今からたっぷりバイオンのマジックシロップ使って簡単栄養満点のネバネバのすごいます。すっごくすっごくおいしいよ。分量は4人分です。材料は最後にも書きますので、どうぞ安心してみてください。それではクッキングスタート。最初にほうれん草を茹でます。グツグツ沸騰させた鍋にほうれん草を一束入ります。鮮やかな緑色になったらザルにあげて水ですすぎぎゅっと絞ります。次に温泉卵を作ります。たっぷりの水を沸騰させ火を止めます。そこに冷蔵庫から取り出した卵をお玉で優しく入れます。蓋をせず13分放置してください。必ず火を止めてね。時間になったら卵を取り出してお皿に割り入れておきます。温泉卵の完成です。それではメインのもずくスープを使って調理をしていきましょう。トップバリューのもずくスープ2つをボウルに入れて大さじ3の水で溶きます。15センチほどの長芋をコロコロに切ります。下にキッチンペーパーを敷くと滑りにくくて切りやすいです。ほうれん草も細かく切ります。もずくのボウルに長芋と納豆2パック、ほうれん草、納豆付属のタレを入れてよく混ぜます。ネバネバの完成です。最後にご飯茶碗に温かいご飯を盛ります。そこにネバネバと温泉卵を乗せたら栄養満点ネバネバ丼の完成です。おいしいやつ食ってね。それでは材料のおさらいです。作り方はクックパッドにも書いています。ID は669-5667 です。ブログ、インスタグラム、ツイッターもよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。